1976年の登米山駅と周囲約500メートル範囲。下が伊達紋別方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成硫酸駅は、北海道阿武田郡肝別町あざ硫酸に、かつて設置されていた日本国有鉄道胆振線の駅である。電報略号はルサ。胆振線の廃線に伴い、1986年11月1日に廃駅となった。廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した転鉄機を持たない傍線駅となっていた。かつては相対式ホーム二面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった構内西側の一線は交換設備運用停止後に線路、ホームともに撤去されていた。無人駅となっており、待合所機能のみの駅舎が残っていた。駅舎は構内の東側に位置し、ホームから少し離れていた。ホーム北側の出入り口は階段となっていた。当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語のルオ山位に由来する。ジャガイモ畑に囲まれていた。2001年時点では畑となっており、2010年時点でも同様であった。ありがとうございます。